皆さんこんにちは、えー、これから一年で予備試験合格も狙える、えー、竹山クラス入門講座直接添削オプションの説明を始めていきます、えー、なお竹山クラス入門講座については別のガイダンス動画をご覧くださいで、これはあくまで司法試験の私の入門講座のオプションとしてついてくるものです売りは一年で予備試験合格も狙える これ何かというとレックはですねがら2年コースなんですね合格までの標準コースとして予備試験まで2年かかりますよえこういうコースを用意していますで少しご説明しますとレックは1年目これ入門講座ですねでこの入門講座は何をやるかというとえ基本的には講義を聞いて あと私の講座はですねもちろん論文の書くことを意識して論証というものも入れ込んできますが基本的にはインプット知識を入れるための講座ですで2年目は論文や担当の、まあ、問題の解き方をやっていくレックはこういうカリキュラも基本的に取っていますただですね 2年合格コースといっても1年目で受かることに越したことはないですよねで実際竹山クラス出ました2年合格コースなのに1年で受かった方合格者出ましたそこでですねレクと私はですね2年コースなんだけれどもあわよくば1年目で受かってしまえるようにオプションをつけましたそれがこの直接添削というものです 今日はこの直接添削の内容についてご説明していきます。でですねこちらのパンフレットを開きますとどういうことか。で入門講座を聞いた後ですね私が「論文の森」というレックのテキストですねレックの問題集の中からこの問題を次回ままでに解いいててきてくださいと指定しますそこで皆様方は答案を作成していただきます。 事前に指定した問題の答案を作成してください。で、なんでこれ1年目にやるかというと、予備試験、司法試験、一番難しいのは論文試験です。で、論文式試験っていうのは、中身を覚えただけじゃ書けなくて、書き方のコツとか表現の仕方とか、いろいろ難しい点があるんですね。で、それは本を読んだり、自分で勉強したりするだけだとなかなか身につかない。やっぱり自分の書いた答案を講師に見てもらって、添削してもらわないと力がつかないんです。 そこで、えー、もう皆さんに直接1年の段階からもう答案作成してもらいますそして作成した答案を、えー、お持ちいただいて答案ポイント解説講義、えー、これはこの「論文の森」という使用テキストに問題の解答例とかありますあるんだけどそれだけでは不十分な点があるんですよそれを私が講義で補っていきますあの通学の講座だと、えー、通常の入門講座の 後に三十分ほど、お時間を取りして、えー、この講義をやっていきます。で、通信だとね、ウェブで見れるようになっています。で、ポイント解説講義聞いた後、皆様方の提案答案を私が直接添削します。あの講師自ら添削って、結構少ないんですよ。あの講師じゃない人がやっぱりね、人手の関係で添削することが多いんですけど。この講義では、私自ら全部添削します。これ非常に売りです。 そして、まあ、提出後3週間程度で私が赤を入れてご返却いたします。このサイクルを繰り返すすんですね要するに入門講座聞いてインプットした後答案作って答案ポイント解説講義直接添削そうすることで皆様方の論文の力が1年目からぐいぐい伸びていきますそうするとどうするかというとあとねこれ直接添削でこの論文対策できるわけですね あとは担当の問題はこれ1年目で合格狙うならご自身で解くことになりますがこれ解けます。あの入門コースをちゃんと聞いてれば解けるようになりますですので基本的に2年コースなんだけども1年目から論文先取りあと担当を実習すれば1年目の最後。 まあ四月に入学していただいたら翌年の五月の予備試験にあわよくば受かってしまう、えー、そういう講座になっています。えー、さらにですね、直接オプション以外にも私の入門講座はそもそもついているのがこれ、オリジナルチェックテストです。これは入門講座に毎回ついていて、担当の問題と論文の問題、論文の問題は簡単なものですけど、私が自ら作成した問題を毎回解いていただきます。 これ通学の方も通信の方もありますこれでさらに論文力を身につけていただきますあとですねスケジュールアドバイス動画というものもまあ、数ヶ月に1回ついていきますえつまり私の入門講座はですねこの添削オプションを取っていただくともう論文演習もついていく講座になっておりますぜひですねこの講座を利用していただいて予備試験1年合格これを一緒に目指していただきたいと思います 以上1年で予備試験合格も目指せる竹山クラス入門講座直接添削オプションのご説明でした。